せーの、こんにちは、シュウです。アイです。今日はですね、グアムから帰ってきました。寂しい。もう真っ黒でございます。焼けてるね、結構焼けてるんですけども、まあ、グアムで買った購入品をね、ちょっと紹介していきたいと思います。結構ね、今回正直めっちゃ高いもの買いました僕。そうだね、シュウ高いもの2点ぐらい買ってますね。2点ぐらい買いました。もう結構ね、買っちゃいました。はい、ということで僕、1日目にですね、マイクロネシアモールのメイシーズというお店にて買ったもの、こちらでございます。ラルフローレンのスウェットパンツ、ベーン、ボーイズサイズの XL サイズを着ております、で、ここ赤いラルフローレンのね、マークが入ってて、細身のスウェットパンツっていう感じでございます。こちらお値段が4000円ぐらいですね、大体日本円で、まあそんな感じなんで、まあ、結構ね、これも履いていきたいなと思います。181cm で、あの子供用の一番大きいサイズ履けるから薄いしね。そう、同じくマイクロネシアモールですね見て、下のロスっていうね、めっちゃ安いお店があるんですけど、そちらで買った、シャツ2点紹介したいと思います。ありがとうございます。アロハシャツ、かわいい、こちら日本円で1200円ぐらいですね、こんな感じの柄で、まあ、ちょっとグレーっぽい感じのね、サイズは僕で M サイズを着ております。まあ、こんな感じで。そう、 M なんです。外国でサイズ大きいもんね。そう、まあワンサイズアップぐらいの感じなんで、日本のサイズから見たら、だいたい日本だと L サイズ相当ぐらいですね。でこちらでございます。これ着てたんですけど、まあ、こちらも同じく1200円ぐらいで、ちょっとパイナップル柄チックのね、で水色で可愛いよね。まあ、これ動画でも着てたんですけど、まあ、こんな感じでパイナップル柄の青めのシャツでございます。はい、ということで続きまして、アウトレットですね、グアムのアウトレットにて買ったもの、カルバンクラインでこちらのトレーナー、かわいい、こちらお値段5000円ぐらいです。あ、そんなもんなんですか。そうなんですよ、こちらラインが入っている感じのカルバンクライン、カルバンクライン、カルバンクラインに入っているトレーナーと、ズボンがね、ちょっとセット風にして着たくて、ズボンが3500円ぐらいなんですけど、こちら横にラインの入ったカルバンクラインのパンツでございます。いいね。はい、ハーフパンツ、ショットアップ的な感じで。そう、これ飛行機でね、空港でこうやって着てました。こういう感じで下がこれっていうね。続きまして、同じくアウトレットのトミーで買いました。これはまあお土産なんですけど、妹に、トミーのトレーナー、こちら8000円から 70% オフで2500円ぐらいです。そう、めっちゃ可愛くない、これ。可愛い。これもお土産なんですけど、まあ、こんな感じでトミーの定番のやつ。なんか日本の高校生と流行ってたよね、大学生とかさ。そうね、一時期流行ってたね、まあ、こんな感じのやつ、これ、4000円ぐらいですね、日本円で。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あとはですね、Kマートっていうね、地元民がスーパーでよく行くKマートっていう、あと2点、ポロアッサンっていうね、調べたんですけど、なんかスポーツのポロ、スポーツのポロ、だからなんかポロのパクリとかではないけど、ちょっとポロが認めてない、違うブランドみたいな。このシャツ、Kマートに行って2500円ぐらいで買いましたね。なんか他にもね、いろんなね、チェックの柄とか、そう、あったよね、ありました。これは僕はね、ベージュのハーフパンツとかにちょっと合わせて、なんか清楚めな感じでね、着たいと思います。はい、ボタン上まで締めて。そう、ね、ボタン上まで締めて、まあ、ネイビーのね、ちょっとショート丈のパンツとか合わせて買いきたいと思います、まず1点目、まあブランド品ですね、こちらボッテガでございます。これはね、見た瞬間もう一目惚れしてたよね。買うスピードが非常に速かったそう、ずっともう財布欲しくて、僕財布ずっと同じグッチのやつ使ってたんですけど、まあ、5年目ぐらいになって、もう結構もうよれてきた部分もあって、まあそろそろ新調したいなと思ってたんですけど、まあその時に買ったのがこちら、ピントが合わない、そう、こういうマスタード色の、ここにボッテガって書いてあるね、あんまりボッテガっぽくないんですけど、まあこのコンパクトサイズでね、3つ折りで、色が絶妙だよね。そう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 、まあカードも入るし、まあお札も入るし、小銭も入るっていう。こちらお値段がですね、4万円ぐらいですね、大体。まあ、レートにもよるんですけど、まあ、大体4万円ぐらいでした。はい、これはもう即決しました、僕は。早かったね、早かったよね、大事に使っていきたいと思います。はい、ずっと使えるからね。そう、ずっと使えるから。ということでラスト、こちらもだいぶ頑張りました。もうね、怯えました、結構震えてたね。はい、こちらモンクレのベストでございます。ダダーン、かわいいです。はい、軽いね。こちらお値段が大体6万円6000円ぐらいですね、大体7万円近くなんですけど、私日本にいる時から欲しかったんでしょ。そう、日本にいる時から欲しくて、でバイマとかね、そういうサイトで見てたんですけど、まあ大体9万とか10万とかしちゃってて、まあ、10万は高えなみたいな思ってたんですけど、まあこれちょうどね、まあいい機会なんで。めっちゃ悩んだよね。めっちゃ悩みました。悩んでシューって結構悩んで買わないことが多くて、そうするときはね、日本に帰ってきてからとか、そう、日本でのお買い物でもそうなんですけど、家に帰ってきてからずっと言うんですよ後悔して買えばよかったって。後悔しちゃうから。今回もそうならないように言ったよね。そう、もう買えって。そうじゃあ買ってた。買いました。ということで、まあ、僕はね、もやし生活を始めていきたいと思います。はい、まあ、こちらまたね、ずっともう一生もんだと思うんで着ていきたいと思います。はい、はい、
ということでね、グアムの思い出を買い物にも刻んだということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあある紹介をしていきたいと思います。はい。このマーク見覚えある方もいるんじゃないでしょうかということで、はい、JP スーパーストアっていうあのメインの通りのエクスイングスの向かいのマックのねちょっと登ったところにあるお店になります。はい、こちらではね1点買いました。こちらです。じゃーん、かわいい。こちら貝です。はい、で貝の入れ物みたいになっていて、これの中にいい匂いの石が入ってます。いるかなそれ。これいい匂いの石。それいるかな。いい匂いの石。いい匂いの石。いるそれ。グアムの匂い。まあ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 。いい匂い。でこれが大好きなので、もう一目惚れをして、はい、匂いもね、あ、グアムの匂いが好きなんです。うん、なのであ、家にいてもグアムの匂い感じられるじゃんということでこれを買いました。はい、お次、あやも K マートで購入したものを紹介します。はい、なんかね、あのシリアル、コーンフレークとマッシュルームの入ったコーンフレークとか、あとはあのお湯を入れるだけで。ご飯ができるようなクノールのものとかいろいろ買ったんですけど、それはちょっと自分のお家に置いてきちゃったので今回は軽く紹介します。こちらじゃーん、お菓子。はい、これはねロールになってるグミみたいな感じで、これめちゃくちゃちっちゃい頃から好きでグアムに行くために買ってます。これ脇汗防止のやつですね。これめちゃくちゃいい匂いなので、しかも持続力もやばいらしくて妹におすすめされて買いました。超いい匂い。まあ、日本でもねそういうコロナとか流行ってるので、ちょっとなんかピカジェル的なやつを買いました。消毒液的な。そう、これすっごい全部いい匂いで、特にこの水色の匂いが好きなんですけど、これ1個100円ぐらいだったので、はい、3つ4つ5個買いました。はい、はい、お次、あゆもねアウトレットでカルバンクラインとトミーフィルガーで買ったので、トミーフィルフィガーで買ったので紹介します。まずカルバンクラインではこちらのじゃん T シャツを買いました。こちらメンズですね。で値段が大体2000円ぐらいだったかな、うん、日本円で、うん、そうで、これメンズのサイズで XXL サイズしかなかったの。だから愛が着るとねすっごい大きいんだけどそう、ワンピースっぽくも着れるし、実際にねもうグアムで着てみたんですけど、ズボンにインしたりとかしても可愛かったので一目惚れをして買いました。はい、これシューでも着れるね。うん、はい、はい、そしてカルバンクラインであと下着も買ったんですけど、はい、こちらですね、じゃん。じゃあパンツと上でブラジャーになります。生々しいな。はい、生々しい。でこのねブラの方は38ドルなのでだいたい4000円ぐらい、はい、でこのカルバンクラインってさ、このマークが有名じゃん、有名というか、はい、このパンツとかさ、うん、男の子も女の子も、うん、でちょっと高かったんですけど思い出として買いました。はい、あとこのね下着ショーツなんですけど、なんかカルバンクラインのアウトレットのカルバンクラインのショーツはなんか1個ね15ドルぐらいなんですけど、4つとか6つまとめ買いすると40ドルぐらいで買えたりするのでお得なので今回も買いました。うん、日本で買えるとめっちゃ安いよね。そう、日本だったら1枚それぐらいするんだよね。40ドルぐらい。そうだからまとめ買いをして自分のサイズをこういっぱい探してね買いました。うん、はい、お次もね、はい、トミーフィルフィガーで買ったのは下着になります。はい、こちらも上と下上下買ったんですけど、トミーアウトレットのトミーは今までねグアムに行く時にも寄ってたんですけど下着系はねなくて、うん、でも今回グアムに行ったらあったので可愛かったし安かったのでまとめ買いをしました。そしてこちらです、じゃーん、 ABC ストアーズです。大体日本人 ABC マートっていう、そうどっちか分からなくなるよね。うん、はい、どうぞ。はい、はい、こちらで買ったのは T シャツでございます。じゃじゃじゃーん、 ABC ストアって書いてあるこちら裏にはこういう感じ。なんで欲しいかっていう理由はないんですけど、なんかせっかくだし買おうと思って、でシューも買うでしょっつったらいらないって言ったので、うん、シューの分もあゆが買いました。なのでパジャマできます。まあパジャマにはねすごいいい素材です。そう、薄いんで柔らかいから。そう、あとなんか海とかプール行く時とか水の上にさらっと着れるシルエットと質感、うんうん、なのでまあこれはね思い出の品ということで、そう、まあ行った方はぜひね、1400円ぐらいなんで、これ多分そうだ、うん、多分今2000円ぐらいで買えると思います。はい、で他にもネイビーとかサイズがあったので見てみてください。はい、じゃーん、おい、マックの口紅です。おわ、ちょっとピンと合わないかな。はい、なんかあの普通にグアムのメインのアウトリガーっていうホテルの目の前にティーギャラリアっていうメンズ店があるんですけど、そこでねマックとかボビーブラウンとかいろいろコスメ屋さんがある中で、まあ1個コスメ欲しいなということでこちらのマックの口紅を買いました。品番は何ですか？品番は424です。424、ちょっとね茶色っぽい感じなんですけど、はい、ピント合ってるこれ多分ピン
茶色っぽいんですけど、ピントって呼ばれる。今つけてる感じちょっと分かりづらいかもしれないんで、またインスタとかに載せます。はい、これ免税で買いました。15ドルぐらいで買えたかな、確か。うん、多分日本で買えるちょっと安いのかな。そうだね。のなんか記念、うん、として買いました。はい、以上です。はい、ということで、今回グアムの購入品を紹介してみました。はい、いかがだったでしょうか。はい、まあ、結構ね、僕は買っちゃったんで、まあ、愛もね、食料品もっといっぱい買ってたけど、そう、申し訳ですけどね。ケイマートで2万3000円使ったんです、はい、日本で。で、ママに言ったら、え、お前そんな使ったんだってなって。会計でビビったよね。ええ、そう。なんか大体1万いくかなって思ったら、2万3000円。そう。だから、ケイマートが一番高かったかな、値段。確かに確かに。まあ僕もね、高い買い物してしまったんで、またこれからね、いろいろと頑張っていきたいなと思います。うん、はい、ということで、まあ、今回の動画もしいいなって思ったら、チャンネル登録と、高評価、お願いします。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。